始まってる。始まってる。盆栽からしたらもったいない。松盆栽生産に本一の神田が。高松の盆栽へ北谷陽性4代目、北谷龍一です。いやお願いします、はい、盆栽Qさんでこのセリフを言っていいのかどうかっていう、ね、もちろんですよ。あ、まあ、過去もう150回ぐらい言ってるんですけど相変わらず一番噛み合いするのがこのセリフっていう、ね、まあ、今回盆栽Qさんに、まあ、うちの園を、まあ、紹介していただく運びになったんですが、はい、特徴で言いますと一番の特徴としては僕4代目なんですが、まあ、2代目僕のおじいさん、瀬戸内海の、ね、島からまあ、黒松の素材、まあ、山に生えてる山鳥のね黒松をたくさん持って帰ってきてくれて、で、まあ、それがまだ未だに700か800ぐらいは山鳥のそれこそ樹齢100年以上みたいなのがあるんですか。あるかなと、まあ、ほぼ畑なんですけど鉢に上がってるのはまだ全然なんですが、じゃあそれちょっと探して抜いちゃいますか。持って帰りますか。新幹線持って帰れる、はい、山鳥の黒松古いのとあとこういう、まあ、銀八つ房御用松なんですけど、これも銀八つ房御用松作り始めて多分世に出てね最初の頃のだと思うんです。代々聞いているのはあの戦前の木。戦前ってことは90年ぐらいとは今聞いてます。これが一番古いぐらいですけどうちで、これトロ箱、まあ、樹脂製のトロ箱、これ下いっぱい開けてるんですけどこれ136リットルのトロ箱にね今植えてるんですけどね、プラスチック、プラスチックみたいな樹脂製のこれけど何年経ってもね全然傷まなくてね、結構頑丈で玉虫ね、じゃない、はい、これすごく調子よくてうちが使い出したらね皆さん真似し始めてね、多分これ僕やり始めだと思ってます、はい、みんな全然こんなんしてなかったんで、オリジナルはここだぞと。そう、ホームセンターから急になぜかトロ箱からなくなるのはうちがやり始めたからだぞとホームセンターの人も不思議そうでしたね時期になるとなくなるからなるほど、みんな買っちゃってね、はい、そんなのがあったり、まあ、これちょっと大きい錦松がこんなのも畑にまだいっぱいあるんですよ。珍しいですね、なんかこういう車間の。そうですね、これは珍しいタイプですね。かっこいいな、うん、まあ単純にね、まあ、幹模様もありますけどここら辺に枝がなかったのをカバーするに車間にしたみたいな、ね、そんなまあこともあるんですけど、あとまあこういう大きいこれも錦松ですけど、あ、黒目、ほぼ黒松です。黒松みたいな、目とか葉っぱほぼ黒松です。錦もね、錦の魅力をちょっと伝えていきたいですよね。ああ、そうそう、結構ね、香川県ね、錦松多いんですよ。そう、関東だとあんまりね、見ることはない。あんま見ないですか、うん、こっちね、結構あるんですけどね。ありましたね、あの後にもね、うん、そうそうそう、この川がね、黒松よりなんか肥大化する、大きくなりやすい性分があるんですけど、はい、これに伴ってね、この芯は細いんですよ、枝の芯は。この川が肥大してるだけでね、うん、枝自体のね本線はねそうでもなくてね、あんま間延びしないんですかね。だからさ、ああ暴れにくいですね。暴れにくい、それはもう畑で置いとったらもうビュンビュン、切らなかったらそれはいきますけど、意外と黒松ほどは暴れないというか比較的、まあ、針金はかけれないけどその代わりハサミだけでどうにか形には作りやすい。ちょっと今まあ値段が下がってきて結構迫力の割にお手頃、ただサイズがお手頃なのはそうなかなかないんですけど、だからこんなベランダには置けないですね。そうですね。あとまあこの辺なんかあるのは僕のね盆栽枯らさない塾でも時々登場しますけど、はい、黒松のね商品盆栽作ってるんですけどね、このちょんまげみたいなのを置いてることによって下が太って、でまあしっかり太ったなと思ったタイミングか、この徒長枝これに栄養を取られすぎてここが弱ってきたらまあ切り取る。切ったやつないですか。切ったやつありますよ。切ったやつ見ましょう。まあこの辺のはね、枝が弱っ、この辺が弱ってきて仕方なしに切ったみたいな。だから本当はもっと太らしたかったんですけど、上をつけとくとここが枯れちゃうんで仕方なしに切ったと。ただでも本当弱ってね枯れそうだったんですけど、ちゃんとやっぱ切るとね戻りますね。戻りますか。戻りますね。まあいろいろね自分でまあ曲げてますけど、いい感じの子もあればね、そうでない子もいろいろ。やっぱりね針金で苗木の時に。しっかり曲はつけ取る方が綺麗にはなりやすいなというのが、まあこれ10年以上ぐらいやってるんですけど、まあ今のところ僕の考えではそうですね、曲はつけた方がいいです。これってすっごい長いじゃないですか、はい、これ下だけ拭いてくるもんなんですか。拭いてこない子もいます。上を切って下を拭かせるみたいな。上切らないです。これもう苗木のもう種から巻いて、これこのラインは1回も切ってないです。いやでもこういうところから出てくるじゃないですか。
ああこれは切ります。こういうのを聞くと下から出てくるとか。そうでもないですね。もうちっちゃい頃から出る子は出てるし、出ない子はもう出ない。こういうのはこれ赤松ですけど、まあこれはよそから仕入れてきたというか、分けてもらったような。好きだなこれ。あこれ黒。赤赤。そんな黒なんだ。こういうのもあるんですね。そう、これ愛媛のね愛好家さんが時々持ってくるんですよ。いらんかーいって。そう、うちがしたんじゃないですけど、かなり強引な、強引な、フランケンシュタインみたいになってるね、すごい。愛媛僕よく行くんですよ。愛媛のまあ業者さんだったりとか、愛好家さんだったりとか、よくしてもらってるんですけど、まあだから返し御用になるんですね、この辺は。愛好家さんから分けてもらったり、業者さんから分けてもらったりとか。多分山取りだと思うんです、こういう細いのはね。でまあ、本当はもっとずっとまっすぐだったのを、多分前の所有者の方がこんな作業とかね、されて曲げて面白くしてくれたんだろうなと。まあうちに来てまだ曲がないんですけど、あこの子なんかうちの畑からですね、もう樹齢50年ぐらいになりますかね。あこれ畑から出て、畑から、あ10年ぐらい前に畑から鉢に入れて、剪定しながら針金もかけたりしながら、ね、枝がね、そうですね、触れてますもんね。やっぱ鉢に入って、まあ、10年も経つと結構落ち着いてきて綺麗かなと。これは杉ですか、ここ？あ、これ杉御用です。僕のこの指先から下が御用松で、上、あ、じゃあ、嘘ついた。指先から下が黒松で、ここから上が御用松。御用松。でもこんな太い時に継いだんじゃなくて、もうこの一芽を継いだ時なんで、うん、まあ、ね、お箸ぐらいの時に継いだ後が成長するとここまで。なるほど。で、この中ね、ここめっちゃ太いですけど、はい、針金入ってるんですか。あなんだっけこれ、あ、ご存知ですか。あネジカンって言いましてね。ネジカン、はい、幹をねじるからネジカン。ネジカン、ネジ、幹、ネジカン。細い時にぐるぐるっとね、針金をギュッと縛るような感じで巻くんですけど、はい、それを食い込ますんです。もうそのまま中に飲み込ませるんです。だからこれ焼いたら針金出るんですけど、はいはいはい、鉄の針金中に埋め込まれてる。そうで、それをすると、年数に対してかなり早く太るんですね、はいはい、だからよく見るとね、ここ横のこの線、水平に近いこの線、はい、ここ針金が入ってる跡ですね。この線ですか。そうそうそう、真横に。へえ。そう、ここを中心にこうぐーっとこう太るみたいな。太くするための技、はい、そうですね。先ほどはまあちっちゃい盆栽はこうビューっと徒長枝を伸ばしてね、はいはい、そのライン上増やす、太らすみたいなあったんですけど、うんうん、あれよりかは早く、ただちょっとボコッと太る感じがあるんで、ちょっとまあ不自然に感じられる時もあるんですけど、まあ綺麗に太る時もあったり。なるほど。木梨って結構その大衆向けというか、はいはい、まあ、ホームセンターに卸すみたいな、うん、そういう数作るとなってくると、早い年月でそこそこの製品にするっていう必要があったんですね。時間短縮の技法というか、まあ、ちょっとズルみたいな感じにもなりえますけども、そういうんで、あの、まあ、生産をして家を支えてくれたと、ご先祖様。はい、ネジカンです。ネジカン。はい。まあ、こういうのも、あこの辺とかね、盆栽里の10月22、23日あたりちょっと面白い形のを出していこうかな。あこの辺が商品。商品ですね。いくらぐらいで？もうバラバラです、ね。あこの辺なんかあれですね。あの僕は種から育てた木で、さっきのやり方なんですけど、あんまり太ってないのはやっぱ途中で切らないと枯れそうだった。ちっちゃいながらも、うん、この辺かな、正面どこかな。なるほど。結構ボコッとね太って。まあここから枝を振っていけばね。そうそうそう。取れそうな、うん。これいくらぐらいで？これ大体この辺で1万円前後ぐらいですね。1万円前後。前後ぐらい。本当にいい子が1万円ぐらいで。なるほど。そう、そんな感じです。なんか。例えば盆栽球見ましたよ、あなんて言ったら。そうですね、これはもう盆栽里のフェスタでは難しいんですけど、うちに来てくれて盆栽球見ましたよ、盆栽枯らさない塾のチャンネル登録しましたよ言ってくれたら、それはもう、はい、ギリギリまで、はい、お値段下げさせていただきますよ借りるの悪いまあね、おまけちょっとぐらいありますよ。あとまあうちで一番いい黒松だとこの子ですね、うん、これ山鳥の祖父2代目が瀬戸内海の島から取ってきた黒松でもうちで一番ですね、この子、うん、ちょっと雨降りでね、幹が黒くて皮の荒れ方が見づらいかもしれないですけど、うす、ね、こう荒川省で葉っぱ粘りっぽい感じがね。そうですね、
あんまりくなりはないんですけど、うん、まあまあ迫力はあるかなと。迫力あります。で今ねこっちの枝だけ軽く針金かけましたけど、これが初めての針金、まあ要所しかかけてないんですけど。えそれまでかけてないんですか。かけてないです。もう畑でね、やっぱいい木だからもうエコひいきしてね、しょっちゅう手入れしてたんですこの木はね、はいはいはい、ここ以外はもうここもあんま変わってはないですけど、うん、全部ハサミだけでこの状態にしてます。すごい。約70年間しっかりハサミを入れるとこれ針金なしでここまでいきます。へー、はい、ちゃんと盆栽ですもんね。そうそう、ハサミだけで。そうなんです。枝の配置も。そうそうそう、本当にハサミだけ、針金本当に一回もないです。これはすごい。これなんかあの僕の盆栽枯らさない塾のチャンネルのね、はい、ホーム画面にあるこれがそうです。黒松ですね。これは一回針金かけてるんですけど、うん、この子もなかなかね皮がいい勝負。なんか歯短いですね。そうですね、うん、目数が多いんでね、目切りまあまあ早めにしたんですけど、目数が多い分分散してそんなに伸びなかったなっていう、うん、この辺のバランスをね、目切りのタイミングちゃんと測らないと。この松ぐらいですか。そうですね、葉っぱ、うん、もともと、いや目数が多い時はもっと長かったです。なるほど。で針金かけて目数が増えてから、今がまだね10月初旬なんで、もうちょっと伸びるとは思いますけど、うん。これなんかあのか高松盆栽の里の YouTube で去年かな撮影したんですけど、もともとこれで、はあはあ、それを小幹をぐーっと曲げて、あ小さく、この葉っぱ今みんな上向いてますけど、曲げられた時、うん、この分かりますかね、葉っぱが結構みんな斜めに向いてるの。そうですね、これだけの角度を曲げたと。でさらに僕はもう思いっきり枝ばっさりいって、ね、あれ全然変わってるじゃないですか、うん。もう上の方なしでもうこの辺だけでいいかなと。なるほど。でこの見ように長い枝を芽をついでね、春先に、まあ、成功したんですけど、まあ、ここもそうですついで、まだまだ発展途上ですけど、もう何年かしたらかなり良くなりそうだな。ね、ここがガッとくれば、うん、そうです。なんかこれ曲げる時大変でしたこれね。ラフィアを巻いて銅線でこう幹がねパキンと割れないように銅線で当てをして、さらにこのゴムバンドをぎゅうぎゅうに巻いて、でここに鉄筋でねぐっ太い鉄筋を縛り付けて思いっきり下げて鉄線で止めると。駆け足で言いましたけど、まあそんな感じですね。将来楽しみですね、このね。一回ねきつい作業して作り直す、きつい作業をしてね、こんだけ枝減らしたら多分傷むぞと、うん、ひょっとしたら枯れるぞって先輩に言われたんですけど、はい、何のことはない、1年経っても元気いっぱいで。なるほど、はい、意外と枯れなかった。すごい、でも思い切りましたね、はい、思い切りました。心拍みたいな作り方になってますもんね。そうですね、はい、こういうまあ中品の黒松が綺麗に、うん、これも針金かけたんですか。針金はかかってるとこは分けてもらったんですけど、フルハは僕が取りましたね。なるほど。ハサミでちょっと芽が弱かったんで、ハサミでいらない葉っぱだけをちょきちょき切って、はい、丁寧に。そうそう、これがねあの種から育ててね太らして商品盆栽作るっていうんで、まあ、第1期生ぐらいなんですけど僕やり始めて、うん、ちょっと岩石症っぽい黒松の種の、まあ、まあ黒松松ばっくりから取ったんですけど、はい、ちょっと荒川症というかね。そうですね、うん、でもこんだけ太くなって樹齢12、3年ぐらい。これもだから徒長させて。そうそう、徒長させてたんですよ。どこだろう。あこれここです。あここだ、 ここ、 こういうところですね。そうそうそう、うん、種からでもこんなにできるんですよね。そう、十何年かぐらいで。これは一番、うん、いい感じになったかなという、はいはい、狙い目です。はい、ここへ来た方、はい、これは後ろもかっこいい。あこれも、はい、これ車間でね、これ分けていただいたんですけど、僕車間好きでね、うん、うん、一目惚れで、かっこいい。ちょっと仕入れ値高かったんですけど、どうにか分けてほしいんで分けてもらいましたね、はい、あとまあこういう創刊のね、これ本当にあの広島宮島御用なんて言われてますけど、広島の宮島から来てる、はいはい、本当にあの広島でねこれ持ってた方がまあ高齢になられて引き取ってほしいって頼まれて引き取って、まあ針金うち親父がね3日か4日かかってたから、これあれですよね、 T シャツになりかけた、 T シャツになりかけたですね。僕が選んじゃったんですけど、そうそう、今回この T シャツね盆栽球さん作ってくれたんですけど、はい、この柄になるかこの柄になるかみたいなね。そうです ね、 ね、ちょっと迷って、Q さんがちょっと迷って結局この子はちょっと落選みたいな、うん、なんかやっぱちょっと大宮でちょっと似たようなあーそうなんですのがあるから、ね、ちょっと紛らわしいかなっていう、はい、いやいや全然恨んでないです、大丈夫、はい、恨んでる感じでいいから。こういうね黒松、これうちで元から作ったもんではないんですけど、針金はうちでかけて、まあ、種から作って最終的にこの辺りに
着地できたらなかなかいいかな、これなんかあの錦松御用、錦御用松、こっから下が錦松で、ほんで細い時にちょっと錦松に模様つけてるんです、針金でね、はいはい、だから本来そういう錦松って模様つけるタイミングないんですけど、うんうん、一番最初だけやっぱ皮があまりない時に模様つけれるんです、その時に模様がついてある程度育ってから御用松をついでみたいな。でもあれそれって肌が全然変わっちゃうじゃないですか。そうですね。それどうなるんですか、この先は。この先はやったことない、まあそう、こっから下は常にこんな感じで上は上で御用松やって御用松になれますよね、うん、面白いな。これみんなそう、あ、これもそうですね。うち今2本だけかな。あ、こっちもある。これなかなかすごい違う。ここがもう本当は石突きみたいだから、うん、ここをちょっと下に下げてこの辺でまとめるのも良さそう、ね、なんかゴジラみたいですね。ゴジラ結構僕これ好きなんですけど、この変わった感じが、うん、ってか見慣れないね感じですね、よく錦松に継いだなっていうね。この生産者さん、あの香川県におられるんですけ ど、 なるほど、あの無理言って分けてもらいました、はい、ちょっとお高いんですけどね。ちょっと難しい分、うん、将来面白そうな、面白いと思います。フェスタ盆栽の即売会に出そうと思うのこの辺りのね、手頃なサイズとか、はいはいはい、これもなかなかバランスよくてね、うん、まあ、売店でいくらつけようかな。8万円つけようかな。あ、ちょっと安くしてください。7万円にしましょう。あ、1万円安くところちょっと変わってますけどね、なんか不思議なバオバブみたいな、うん、この子いいですよ、手頃な。これいいじゃないですか。これ高いんですよ。これも高そうだけど、高そうだけど、そうですね、即売会でどうしてもやっぱ25万とかにはなっちゃうのかな、うん、でも綺麗なんですよ、この子の。これでもこのぐらいのさ、あ、もうちょっとちっちゃかったかな、で高いやつあるじゃないですか。ありそうですか。素質は十分なんで。素質があるから。ひょっとして人によっては結構もっと言うかもしれないですけど。そうですね。まあ、これは売れなくてもうちで十分なんか飾るように置いときたいなっていう、うん。無理に商売にしなくてもいいかな。これいいですよ。うん、これ一応僕結構丁寧に手入れしたね。うん。はあ。こんなのあの僕がね、もう種まいただけっていう。いやでも好きです。でも結構綺麗になるんですこれね。うん、なんか風景的な作りをできたりとかね、三保の松原だったりね、香川県なら津田の松原だったり、あの、はいはい、あのどっかのね、江ノ島海岸の松林みたいにね思って作ってみてもいいんじゃないかなっていうね。なるほど。あとまあやっぱりそのうちの売りとなるとこういう畑がね、こういう畑は地球上探してもあんまないと思うんですけど、そんなのないわ。畑。